豆木美帆いいよな。まあちょっと不思議ちゃんだけど、この学校じゃダントツだ。小学校から一緒なんだってな。それにしてもうまいな。いつから書いてた？いや、誰にも習ってない。もう決めた。お前と組む。は？俺と組んで漫画家になってくれ。下手なんだよ絵が。じゃあ諦めろ。いやその代わり俺には文才がある。作文や感想文は小学校の頃から得意だった。文部科学大臣賞なんてのも取ったことがある。だから二人で漫画家になろう。俺が原作でお前が作画。俺の話を聞けんだから。もう十分聞いたぞ。いや、ま、待ってんだよお前。待って突っ込んでる。もう待って、何してる。大丈夫？全然大丈夫。大丈夫。いや、それは違う。あの、それは、あずきさん、僕たち漫画家になります。え、僕が原作で、こいつが絵を描いて、二人で漫画家になります。俺たちは漫画家を目指す。あずきさんは声優を目指す。で、俺たちがヒット作書いてアニメ化されたら、あずきさんがヒロイン役やってよ。じゃあ、お互いその夢が叶ったら、俺と結婚してください。私もずっと真白くんのことだから待ってるね。やめとけ。なんでだよ。漫画家になっても女にはモテない。へえ、じゃあなんでおじさんは漫画家になったんだよ。
あ、少年ジャンプの服部です。あ、よろしくお願いします。はい、じゃあ読ませてもらいます。うん。もう一度読ませてもらうね。え？おじさんが昔言ってた。最初の持ち込みで繰り返し読まれたら第一段階クリア。おお。ちょっとでも褒められたら第二段階クリア。おお。名刺に連絡先書いて渡されたら認められたってことだって。マジで。だからすぐに直して服部さんに見せよう。よっしゃ。負けてらねえなあいつに。新妻英二だよ。新座くん、はい。一昨日上京してもう書いてんだね。さすがだね。っていうかすぐに連載始めさせてください。え？ジャンプでアンケート1位になったら日本一の漫画家ってことですよね。僕早くそうなりたいです。はっきり言ってやれよ、服部。編集長。面白ければいいんだ。でも君たちの作品はまだ面白くない。これじゃ手塚賞は無理だな。編集長、この子たちまだ高校生なんで、そこまで。編集長佐々木より賞状と記念品の贈呈です。おめでとう。ありがとうございます。ライバルは新妻英二だけじゃないってこと。そんなライバルなんかじゃないですよ。わーい、すごいです。二人で描いているから絵も物語もこんなに密度があるんですね。新妻君、え、10
準入選コングラチュレーションです。ダブルアース面白いです。特に高木先生の原作がすごいです。でも真代先生の絵は僕が描いた方がうまい気がしますけどね。じゃあ真代先生、高木先生、またおいおい、ちょっと連絡しろよ。新妻さん、僕たちもすぐ追いつきますから、それまで連載続けて待っててください。ラジャーです。でもその時にはジャンプで一番になってると思います。俺の恋人は漫画や。どっちが先にアンケートで1位を取るかでいいんじゃないですか。ああ、これグッドアイデアです。そうしましょう。行こう。Thank you.
こうの。無論我々も反省してる。高校生漫画家バトルなどと読者や君たちを煽った責任を感じてる。申し訳ない。書かせてください。お願いします。
君たちの勝ちだ。関東からで計算しよう。しゃー、やった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 ー、アンケート1位を取ったのはこの一度きりだった。この回に全てを出し尽くした2人は翌週から急激に失速し、アンケート順位はあっという間に下がっていった。いいのかよ出なくて。いいだろ、ここに思い出なんかねえし。では、もう最後の1年なんかもほとんど寝てた記憶しかねえよ。か漫画描いてたかな、うん、でも俺たちこれからどうなっちゃうんだろうな。とりあえず無職か。実はさ、うん、新しいやつ考えたんだけどさ。聞かせろよ。まず設定は完全犯罪サスペンス。だけど主人公は小学生。何だよ。完全犯罪クラブ BCP、誰も傷つけない、罪にならない犯罪をする少年たちの話。じゃあ、雰囲気大人っぽい感じ。こんな感じか。うわ、超いい社長。あともう一つ探偵じゃん。詐欺師探偵トラック。お、面白そうじゃん。犯人が仕掛けたトリックを犯人自身に仕掛ける。だったらさ、仮面とかいいんじゃん。こんな、うわ、超かっこいいじゃん。俺ギャグ漫画描きてんだよ。主人公こんな感じで。あ、いいじゃん、初音ものとかだよ。あと、ジャドバトルの主人公黒っぽい感じ。じゃあ主人公、クラブマ。こんなか。うわ、少女のっぽいじゃん、やべえ。いいじゃん、俺たちっぽくて。つうか、お前早くネーム書けよ。つうか、お前早くキャラ書けよ。てか、もう次は絶対大ヒット作品。ワンピースやドラゴンボールを超えようぜ。